しほにゃんの熊の天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日はエジンバラフェスティバルのオープニングに、なんと世界中から30組だけ選抜されるというところに選ばれてパレードしたお話です。1996年にエジンバラフェスティバルに参加した時に中田春子さんとお会いしました。そして翌年97年のエジンバラフェスティバルのやり取りは中田さんがほとんど手伝ってくださいました。その中田さんからのご提案で、エジンバラフェスティバルのオープニングの企画に応募したらどうかということでした。世界中から30組だけが選ばれて20万人の中をパレードするそうです。昨年の資料を見ると、スポンサーがついたトレーラーで踊ったり歌ったり、いろいろ豪華に飾り付けているものが多かったです。しかし私たちは日本の祭りを提案しました。するとなんと30組の一つに選ばれて、オープニングパレードで日本の祭りをやることになりました。私は寝ても覚めてもパレードのことばかり考えていました。スポンサーがついたあの豪華なトレーラーに対抗して、スポンサーのない私たちは何をしたらいいのか一生懸命に考えました。祭りには欠かせないおみこしなんですけれども、とんちゃんに頼んで組み立て式のおみこしを作ってもらいました。そして九州の登り旗、鯉のぼり、吹き出しなどを持っていこうと思いました。まだソーランとかのない時代のことです。一緒に行ってくれる人だけではパレードが人数が少なすぎると思いました。中田さんの外国人の友人たちにいろいろ協力をお願いすることになりました。今回同行してくれた空色屋さんという照明屋さんの藤岡とんちゃん、とんちゃんとあだ名が一緒なのでややこしいですが、とんちゃんが段ボールで作ってくれた獅子頭です。すごいですよね。エジンバラで私たちが借りていたマンションは13人が寝泊まりすることになっていましたが、そこにパレードの人たちも一緒に寝泊まりしたので、すごい人数があふれかえるようになりました。そこの部屋はトイレとシャワーが同じで、シャワーは糸のように細く大変不便でした。しかし大人数で多国籍な方々と一緒に料理したりして楽しい合宿でした。パレードも近くのスーパーの駐車場で何回か練習をしてもらいました。パレードの前日にトラックの飾り付けをしました。シンセサイザーの木枠を作って、ペンキをトンちゃんとトモと3人で塗っていました。この頃になるとトモちゃんはリーダー的存在になっていました。トモちゃんもいいんじゃないかなと言っても、なかなかトモちゃんのお許しが出なかったりしました。藤岡とんちゃんも、ともちゃんちょっとお茶飲んできていいかなとか言って、ともちゃんの許しを得てからみんながお茶に行ったりしました。あーとかうーとかしか言わなかったともちゃんはよく笑うようになりました。ペンキを塗ってやれやれと思った時、夜中の2時に、あ、大事なこと忘れたと思いました。なんとパレードに使う MD のデータを自分の劇場に忘れてきてしまっていたのでした。トンちゃんと私も真っ青になりました。夜中にまさか劇場に誰もおらんよねと言いながら電話しました。そしたら劇場のスタッフのトロンさんが電話に出てくれて、たまたま芝居の稽古をしていたから大丈夫、取りに来てと言われました。20分ぐらい待っててと言って、その MD を取りに行きました。携帯電話はレンタルの頃ですごく料金も高かったんですけど、携帯を借りていたおかげで本当に助かりました。パレードの当日は快晴でした。朝から軽トラに登り旗をつけたり、いろいろと準備をしていました。自分の準備は後回しになっていました。そこにパレードに参加する日本から来た大学生の女の子たちが浴衣を忘れたというのです。パレードするのに浴衣忘れてどうするのと問い詰めたいとこでしたが、本人も泣きそうな顔になっていました。そこで領事館に頼んで急遽浴衣を借りました。現地でヴィンセントさんが私たちの活動をすごく応援してくれて、映像とスティール写真はボランティアで撮ってくれました。
さあいよいよ出陣です。他はトレーラーでピーターパンやシンデレラとか風船とかモールで飾り付けているものが多かったですが、日本の祭りは異色で人々の目を引き、テレビカメラや新聞記者が殺到しました。パレードが始まり、沿道の20万人の人だかりの中、皆さんに拍手されながら行進をしました。上り旗はためくトラックに乗った派手な姉ちゃん、袴姿のトンちゃん、ハッピを着たイタリア人、スリランカ人、オーストラリア人、イギリス人、中国人、多国籍軍パレード。獅子舞で走り回っている2人はスペイン人。パレードに参加した外国人はおそらく初めて着るハッピ、初めて味わう日本の祭りに興奮気味でした。司法サウンドジャパネスク軍団はにぎにぎしく喝采を浴びました。吹き流しを持ってるのはキヨッペ、のぼり旗、鯉のぼりがはためいて豪華絢爛になりました。わっしょいわっしょいと前代未聞のパレードでした。一段高いところに鎮座増しましている審査員や王室系の人の前も通り過ぎました。そこにリュック姿の妙な日本人が飛び入りしてきました。なんと前衛部隊の花上さんでした。花上さんもこの日から私たちのアパートに合流することになりました。皆さんの笑顔が一斉にこちらに向けられる、チラシを争って人々が取りに来てくれる、ハイストリートも鈴なりの人、みんな汗だくでしたが、こんないい気分は一生に一度かもというぐらいでした。大赤字覚悟で来てよかったとトンちゃんと喜び合いました。97年私たちはガレージシアターというホールで演奏をしていました。その模様はまた別番組でご紹介したいと思いますが、ガレージシアターでなかなか新聞記者の記事が出ないということで、記事が出ないと集客にもつながらないので苦戦していました。フリンジサンデーというのは広大な公園にたくさんのテントを立てていろいろな催し物を行う見本市のような感じです。私たちも宣伝のためにフリンジサンデーに参加しました。演奏前に衣装をつけてのぼり旗を振って公園内を一周、たくさん写真を撮られましたし、いい宣伝になり、200人ぐらい入れるテントが演奏前には超満員となりました。演奏では会場全員が手拍子、獅子舞やみこしも繰り出して大盛り上がり、中田さんがガレージシアターでやっていますと間髪入れず宣伝してくれました。そこに96年にスコッツマンの記者、私たちの記事を書いてくれたイワンさんがおられたのでした。イワンさんはトンちゃんの裏声を犬の首を絞めてでも欲しいと面白い記事を書いてくれた方です。イワンさんは手拍子をしながら演奏を聞いてくださって、素晴らしかった、今年あなたの記事を書く予定はなかったが、上司を説得していい記事を書きましょうと約束してくれました。私たちは本当にここで神の計らいを感じました。フリンジサンデーでは観客と音響チームからベストパフォーマンスと評されました。演奏が終わるとカリンさんという女性が来て、私たちはフリンジの中でいいグループをベストオブフリンジとして選んでプレザンスホールで演奏してもらうのですが、よかったら出てくれませんかとオファーをいただきました。エジンバラフェスティバルに参加しているのは700団体です。今日カレンさんがベストオブフリンジに選んだのはなんと7組だけだったそうです。私たちは飛び上がって喜びました。私は演奏だけしていればいいのと違って、ありとあらゆる雑用や困難が押し寄せ、ハプニングが続出する中、演奏時間になったらちゃんとミュージシャンとして国際的に評価される演奏をしなければいけないという過酷な中、なぜかいつもなんとかなってきているのが不思議なぐらいです。それはいつも私たちが周りの方々に、
本当に助けられているからだと感謝しています。はい、今日はエジンバラフェスティバルのオープニングパレードの模様を聞いていただきました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。